今すぐ実践、開運のために整えておきたい7つのバランスについて、東洋思想に基づいた陰陽論というものをご存知ですか？陰陽論は陰と陽、太陽と月、男性と女性、右と左のように相反するものに対して足りないものを補って、多すぎるものはその多すぎる分を取り除いていくということで、バランスをとっていくという考え方になっています。そして私たちが夢や願いを実現するために開運するポイントとして意識しておきたい7つのバランスというものがありますので、ぜひこれから紹介するのでチェックをしてみてくださいね。まず1つ目は心と体のバランス、2つ目は感情と思考のバランス、3つ目は仕事とプライベートのバランス、4つ目は右脳と左脳のバランス、5つ目は男性性と女性性のバランス、そして6つ目は謙虚さとアピールのバランス、そして7つ目は理想と現実のバランスです。この7つのバランスを完璧に整えるというのは難しいかもしれませんが、意識していくとだんだんバランスが整ってきます。ぜひこの7つのバランスを意識しながら運気上げ上げでいきましょう。